ロバーツはイギリス海軍の艦艇。アバークロンビー級モニターの一席。1914年12月17日寄港。1915年4月15日浸水。同年5月21日収益。艦名は最初はストーンウォール・ジャクソンであり、M2 と改名された後、1915年6月19日に R ロバーツとなり、 同年6月22日にロバーツとなった。アバークロン B 級モニターは4隻とも、ガリポリの戦いへの投入が決まり、ロバーツは1915年6月28日に、イギリスを離れ、巡洋艦エンディミオンに栄光されて、ダーダネルス海峡へ向かった。ガリポリの戦いが終わると、アバークロン B 級4隻のうち、ロバーツとヘイブロックはイギリスに戻された。 二隻は1916年2月14日にリムノス島を離れ、4月にイギリスに戻った。その後はヤーマスに配備され、ドック入りなどの時を除き終戦まで、そこに止まった。1916年11月28日には、セッペリン飛行船 L21 に対して攻撃を行っている。1919 19年5月26日に退役。 その後も試験に使用され、1936年にスクラップとして売却された。ありがとうございます。